はい、こんにちは。速報が入ってまいりましたので、お伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ、ロシアの黒海主要港に無人艇攻撃、被害なし。ロシア当局、ロシア国防省は4日、南部の黒海沿岸のノボロシースク港に近いロシア海軍基地がウクライナの無人艇、水上ドローンの攻撃を受けたが、ロシアの軍艦が無人艇を破壊したと発表した。ノボロシースク港はロシアの主要貿易港。 RIA 通信によると、当局は攻撃による負傷者や被害は報告されていないとしている。ソーシャルメディアには4日午前、ノボロシースクで爆発音と銃撃音が聞こえるという投稿が相次いだ。ウクライナの攻撃と確認されれば、ロシアの主要商業港に初めて攻撃を仕掛けたことになる。ノボロシースク港を石油輸送拠点とするカスピ海パイプラインコンソーシアムによると、当局が全ての船舶の移動を一時的に禁止した。施設に被害はなく、タンカーへの石油積み込み作業は続けているという。このように報道されております。こうした中、ウクライナ海軍の無人機がロシアのロプチャー級揚陸艦775号計画型大型揚陸艦オレネゴルスキーゴルニクに到達した実際の瞬間の映像が SNS 上に投稿され確認されております。つまり、ロシア国防省の主張に反しまして、ウクライナ海軍のドローン攻撃がロシアの775号計画型大型揚陸艦オレネゴルスキーゴルニクに損傷を与え、オレネゴルスキーゴルニクが横向きになり曳航されている様子が確認できます。今回、ウクライナ海軍のドローンがロシア南部黒海沿岸のノボロシースク港に近いロシア海軍基地へ水上ドローンで攻撃をし、ロシアの軍艦に大きな損も与えたということは、プーチン政権にとって軍事的、政治的両面において大きな打撃となることが考えられます。ウクライナはドローン軍団プロジェクトを立ち上げ、今年約720億円をドローンに投入するとしています。ウクライナは海洋ドローン、そして潜水ドローンの開発を進めているとされます。ウクライナは最高時速 78km、 航続距離 830km という高性能水上ドローンを公開しておりました。またウクライナは4月に反潜水ドローントロカ150を公開。船体は海中に隠れているため、探知が困難な上、通信が途切れても標的に自動操縦で攻撃することができるとされます。そして今開発中のトロカ400という反潜水ドローンは大きさ5メートルから6メートルで、航続距離は数百キロメートル、または1000キロメートルくらいの可能性も指摘されております。搭載できる爆発物の重さは400キログラムから500キログラムと指摘されております。このドローンは大きな軍艦を攻撃したときに大変なダメージを与え、場合によっては水没させることができると指摘されております。こうした中、以前もご紹介しましたが、次のような指摘が報道されております。元陸上自衛隊中部方面総監の山下氏、反潜水ドローンとなるとレーダーでは探知が困難です。水中ドローンもアクティブソナーで撮っているわけではないので、発見が非常に難しいです。ロシア側の水上艦は反潜水ドローンと水中ドローンに対処する能力は今ありません。ですので非常に効果があります。レーダーで捜索するのは無理です。接近してくるのを艦上から双眼鏡で目視するしかありません。仮に発見しても対処がないので、逃げるしかありません。また反潜水ドローンは GPS で誘導してたり、人工衛星で誘導しますので、もし仮に人工衛星が使えれば移動目標に持っていきます。近くに行けば今度は潜水艦や艦船の音波または航跡波を利用するパッシブ、目標を自動的に追尾して命中する魚雷と同じことになりますので、追っかけられる可能性があります。このように指摘報道されております。ウクライナ軍がロシア黒海艦隊の拠点クリミア半島のセバストポリだけでなく、ロシア領のノボロシスクまで攻撃できるということを証明したことで、ロシア黒海艦隊の黒海での制海権は揺らぐ可能性も考えられます。今後続報が入り次第またお伝えさせていただきます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルもチャンネル登録者数22万人を超えました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。